妖精、ビッリは、ジャコモ・プッチーニンが作曲した最初のオペラである。言語表記は、ビッリであるが、日本では、妖精、ビッリとして定着している。現在は、全曲が演奏されることは、ほとんどない。プッチーニは、1883年4月、楽譜出版社尊蔵にお社が主催する一幕物オペラのコンクールがあることを知り、死であるポンケ・リの勧めもあって、 それに応募し、同年に、オペラ、妖精日リの作曲に着手した。しかし、締め切りが、同年12月31日であったため、プッチーニは、オペラの楽譜を上書することができずそのまま送ったが、苦心の甲斐なく、結果的に落選した。しばらくして、プッチーニは、ポンキエリの紹介で、ミラノのマルコ・サーラテで行われたパーティーに出席し、この時、 精ビッリの一部をピアノを弾きながら歌ったところ、偶然居合わせた作曲家、アリー・ゴ・ボーイトから賞賛され、ボーイトの尽力によって1884年の5月31日に、地元のテアトロダル・ベルメの劇場で初演されることになった。初演は、アキル・テパ・ニッツァの式で行われ、大成功を収めたと伝えられている。プッチーニによれば、上演が終わると、 第一幕がアンコールされ、カーテンコールは18回にも及んだという。初演後、プッチーニは、学府出版社リコルギ社と契約を結んだが、社長のジュリコルディは二幕版に改訂することを、プッチーニに提案した。二幕版はこの年の10月に完成し、12月26日にトリノのテアトロ霊所で初演された後成功し、 その一月後の1885年の1月24日に、ミラノスカラザでも上演が行われた。舞台は、ドイツ中西部の黒い森と呼ばれる、小村前奏曲に続いて、村では、グリエルモの娘アンナと村の若者、ロベルトの婚約祝いのパーティーが開かれ、人々は祝している。ロベルトはこのパーティーが終えた後に、マインツに住んでいる、亡くなったオバの遺産を相続するために旅に出なければ、 ならないことになっている。グリエルモと村人が踊りながら立ち去ると舞台には一人、残ったアンナが忘れなくさの花束を手にし、ロベルトと共に行けない寂しさを歌いながら、花束をロベルトの旅行カバンの中に入れ、その思いを託す。そこへ、ロベルトが近づき、悲嘆に暮れるアンナを慰め、再び愛を誓う。村人の一人が出発の時間を知らせに来る。晩鐘がなり、 グリエルモはロベルトが安全に旅をすることができるよう、神に祈りを捧げ、村人たちの見送りを受けて、マインツへ旅立つロベルトであった。ここで、第二幕が始まる前に、語り手が登場し、ロベルトがマインツで勝負の虜となってしまい、アンナのことを忘れてしまったことが告げられる。舞台では、ロベルトの帰りを待っていたアンナが亡くなり、社幕を通して、アンナの葬列が進んでいく。 語り手は娼婦に捨てられたロベルトが今日村に戻って来ると語る。社膜が上がると父グリエルモが家から出てきて娘の死を悲しみ恨みが晴らされないはずがないとロベルトへの復讐の気持ちをアリアで歌う。入れ替わってロベルトが現れビッリーたちの歌声を聞き恐れながらもアンナとの幸せだった日々を思い起こしながらアリアを歌い深い後悔を見せる。 グリエルモの家に突き扉を叩こうしたとき、ビッリたちの声が聞こえ、ひざまずいたロベルトは祈ろうとする。そこへ、アンナの声が聞こえて、姿を現す。ロベルトは、死んでいなかった。と叫ぶが、アンナは、私は裏切られた女。と言って、ロベルトに近づく。アンナは、私はあなたを待ち続けたが、あなたは来なかった。あなたは私を死なせたと言い、ロベルトは、 自分の犯した罪を食いつつ、許しを請う。やがて、ロベルトの周りには、ビッリーたちが取り巻いて踊り始め、恐れを抱いたロベルトは、逃げようとする。しかし踊りの群れに引き込まれてしまい、踊り続けさせられるロベルトは、疲れ果て、アンナの足元に倒れてそのまま生きえる。そして、アンナの姿が消えると、ビッリーや妖精たちは、コザンナ、と歌って、劇的に幕を閉じる。 ありがとうございます。